高井風谷ですええー、夏にですね何年かぶりかにプールに行きましたでですねプールに行ったらその更衣室といいますかロッカー室っていうのがですね男女共用なんですよ <laughs> ありえますそれ <laughs> ありえないでしょあの何とかなんとあのとかなんと <laughs> あのね女性用は女性用であるんですよあのちゃんとこう、塀に囲まれたやつで で女性用と男性用っていうのがあるのかなと思ったら女性用とどうでもいい人用なんでですよ、ね、<ー> <laughs> どうでもいい人用っていうのはもう何にもなくてただ単にこうコインロッカーがずらっと並んでるだけなんですよ<ー>。そこに来る女性っていうのもそのなんていうんですかもう若いカップルが来て2人で一緒に着替えちゃうんですそこで。 私がプールに行かない何年かの間に日本はこうなってしまったということでいやそれはもうたまんなかったですよあのね <laughs> 通ってませんけどびっくりした次第ですはい。